12月8日、2023年度の現役ドラフトが行われ、チーム事情で出場機会が少なかった多くの選手が別の球団へ移籍しました。初となる去年の現役ドラフトでは、中日の細川誠也や阪神の大竹耕太郎など大成功を果たした選手もいます。それだけに今年の現役ドラフトも化ける選手がいるのではと期待が寄せられていました。阪神は2匹目の土壌をの意気込みで現役ドラフトに参戦しました。馬場を出し、漆原大成を獲得して、岡田監督は大いにご満悦でした。今回はその漆原大成について迫っていきたいと思います。漆原のプロ入りまで。漆原は新潟医療福祉大出身の右腕で、大学1年生にして先発2番手の座をつかみます。秋の開幕戦では11者連続三振というリーグ新記録を樹立し、怪物の匂いを漂わせました。一時抑えを経験しましたが、2年秋から再び先発に戻り、初の10決入りを達成します。また4年春の開幕戦で最速151キロを記録し、秋の開幕戦では16三振完封で圧倒、プロ注目の右腕になりました。そして2018年ドラフト会議でオリックスから育成1位指名を受けます。オリックススカウトは、インステップから右肘を柔らかく使った投球フォームが持ち味、マックス151キロのストレートは角度と力強さがあり、空振りも取れる将来性豊かな高素材と評価。育成からのスタートにはなりましたが、ここから漆原のプロ野球人生は始まりました。漆原のオリックス時代。2019年プロ1年目は1・2軍合同の春季キャンプを2軍で過ごしていましたが、1軍の打撃投手として一時的に登板。球種をあらかじめ申告しているにもかかわらず、主力級の打者からストレートで次々と空振りを奪い、前年まで1軍監督を務めていた福良 GM を驚かせていました。シーズンが始まると2軍で4月下旬からクローザーに抜擢され、最終的に39試合に登板し、1勝0敗23セーブ、防御率 3.52 の好成績でリーグのセーブ王に輝きました。1年目としては十分な成績です。2年目は開幕は2軍で迎えましたが、8月23日に1軍初昇格。西武戦3点リードの9回表にクローザーとしてプロ初登板を果たし、2点を失いながらもプロ初セーブを記録しました。 NPB の球団に育成選手契約で入った日本人投手が支配下選手登録を経て1軍公式戦の初登板でセーブを挙げたという事例は漆原が初めてだったようです。その後は中継ぎとしての起用が中心となり、9月20日の西武戦ではプロ初ホールドを挙げるなど、シーズン終了まで1軍に帯同。最終的に22試合の登板で0勝0敗5ホールド2セーブ、防御率 3.42 を記録し、着々と力をつけていきます。3年目の2021年シーズンは自身初の開幕1軍をクローザーとして迎え、3月27日の西武戦で1点リードを守り抜き、シーズン初登板初セーブを挙げます。しかし4月10日の日本ハム戦では3失点でプロ初黒星を喫し、中継ぎへ配置転換となります。その後は西武やホールドがつかない場面での起用が中心ながらも、1軍登板を重ねていきます。この年は34試合の登板で2勝2敗4ホールド2セーブ、防御率 3.03 を記録し、前年からしっかりと成績を伸ばしました。本人も今年は勝ちゲーム、セーブシチュエーション、負けてるゲーム、イニングまたぎなど全部経験させていただいたと語っています。ファンの期待も高まっていましたが、残念ながら4年目は1軍登板なしに終わってしまいます。2軍では41試合に登板するも、防御率 6.00 と本来の投球からはほど遠いものに。自分自身の力不足、1軍で投げていた投手より力が劣っていた、誰に勝つではなくて自分を見つめ直し、その選手らに食らいついていきたいと語り、来季への巻き返しを図ります。そして5年目の2023年シーズン、
開幕こそ2軍で迎えますが、4月1日に1軍初登板を果たすと9試合連続無失点を記録、本来の投球を十分に披露しました。ただ6月7日の巨人戦で1回6安打5失点の乱調を最後に登録を抹消。9月28日楽天戦から1軍公式戦に戻りましたが、0回3分の1打者4人に対して被安打3。10月1日楽天戦、3回を投げ打者13人に対して被安打2、四死球3、失点1。10月6日ロッテ戦、1回3分の2打者9人に対して被安打2、四死球2、失点2という不安定な投球で、最終的には16試合防御率 3.00 という悔しい結果に終わりました。直近2年間の登板数が少ない要因としては、2022-2023年頃から山崎総一郎や宇田川優希が同じリリーフとして台頭してきたことがかなり大きいです。1年通して1軍で活躍し続けたという経験はありませんが、一時期はクローザーを任されていましたし、今季終盤に印象が良くない投球をしたため放出されたのであり、まだまだ再生可能です。大化けする可能性を十分に秘めた投手です。漆原の特徴、中継ぎストッパーで飛躍。最速152キロ、平均146キロ台のストレートを軸に、右打者へはフォークやスライダー、カーブを織り交ぜ、左打者にはストレートとフォークのほぼ2ピッチという投球スタイルです。特にフォークが優秀で、三振のウイニングショットとして対応しています。通算での1軍での奪三振率は 7.06。 2020年シーズンに限れば奪三振率 11.41 と、調子が良ければ三振を取る能力は非常に長けていると言えます。課題としてはコントロールが挙げられます。2023年は16試合のうち15四死球を与え、四死球率は 5.14。 ここは阪神入団後修正すべきポイントですね。ただ投球フォーム自体はコンパクトでまとまっていますし、球速を意識しすぎず制球力をしっかり重視すれば改善するように思えます。ヤクルトで編成部長を務めた松井正則氏も、オリックスも非常に中継ぎのレベルが高く、そこからはみ出た漆原は大化けの可能性を秘めた右腕、ストレートとスプリットのコンビネーションはセリーグで通用する、優勝した2021年には一時ストッパーにも抜擢されていた、馬場以上のポジションを阪神で与えられるかもしれないと漆原を高く評価しています。阪神は強力なリリーフ陣を用意していますが、割って入るポジションが全くないわけではありません。2023年度は守護神として期待されていた湯浅敦樹が不調と故障により長期離脱、代わりに岩崎優が抑えに回りましたが、本来岩崎はセットアッパーです。漆原が持ち味を発揮できれば、抑えというポジションを獲得することも十分可能だと思います。某スポーツ記者も、来季も岩崎が抑えを務めるのか湯浅を戻すのかまだ不透明ですが、シーズン前の実戦登板を重ねてどの布陣がベストか判断することになると思います。漆原も候補の一人になるでしょう。持っている能力を出し切っているとは言えず、覚醒すれば大きな戦力になると漆原の守護神起用について触れています。もともと奪三振能力の非常に高い投手ですし、阪神で守護神として活躍する姿も見てみたいですね。作詞岡田監督の秘策、漆原の評価は。岡田監督はパリーグの右投手を密かに狙っており、漆原の獲得に臨んだそうです。岡田監督は満足顔で、中継ぎになってからね、すごく良かったというのは聞いていたし、もうある程度迷わずに普通通りうまいこと言ったから良かったと思うけどと、漆原への期待を口にしました。また左はいらんかった、セリーグ打者がわからん方がいいに決まってる、背の打者と対戦が少ないパリーグの投手に狙いを定めていました。さらに150キロ近く出るしな、変化球とか課題はあるけどこっちで直して克服していけばいいことと、球の力強さを高く評価していました。島村球団本部長は、
投手の質が非常に高いチームで、なかなか割って入れなかった部分も考慮したと、実績以上の力を期待しています。また岡田監督も、オリックスはピッチャーのええところやからな、結局、と話しています。昨年の現役ドラフトでソフトバンクから加入した大竹は、2年間未勝利から今季12勝をマーク。漆原もここ2年は山崎、宇田川の台頭に押されていましたが、新天地で花が開く可能性は十分にあるでしょう。漆原自身は指名を受けた後、すごい強力な投手陣のチームから声をかけていただいた。なんとか食い込んでいけるように、リーグ優勝などに貢献できるように頑張りたい。自分の強みはストレート。そこをアピールしていけたらいいなと思います、と語っています。そして就任1年目でチームをリーグ優勝、日本一にされた監督、一つでも多く吸収できたらと、岡田野球にも興味津々な模様です。阪神には新潟医療福祉大の3年後輩桐敷も在籍。大竹の活躍にも刺激を受け、僕も続けるようにもう一回気持ち新たにと、新天地での活躍を誓いました。リーグ連覇へ、岡田監督はかねてから新戦力の重要性を説いてきました。漆原の潜在能力を引き出すことができれば、中継ぎの競争はさらに激しくなりそうですね。漆原は速球派で、コントロールなどまだ課題のある投手ですが、阪神の投手育成力なら、宇田川のような一流の中継ぎに化ける可能性は大いにあります。来年以降の漆原の活躍に期待ですね。岡田監督の漆原の獲得や阪神投手陣の編成について、あなたはどう思いますか？ご意見がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。